お聞きをしました。ゆうたさんの
料理の腕前は長谷川さん食べる方がいいと思うまあこれは冗談でありますけど、そういうジョークが言える親子関係っていうのは本当に素敵だと思います。そういった方が今この中で私たちのトップリーダーとして岡山を引っ張っていただける、本当に幸せなことだと確信をしております。商店街も天満屋さんもそうかもしれません、呉のロッツさんもみんなもちろん大変苦労しておりますが、みんなでこの危機を乗り越えていって、茨城って言った候補の3期目引き続き私たちを引っ張っていただきたいと切に願っております。どうぞ皆さん絶大なるご支持をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてご推薦いただいた政党の国会議員の先生方よりご挨拶をいただきます。自由民主党衆議院議員相沢一郎様、よろしくお願い申し上げます。2期8年の間、本当に素晴らしい指導力、リーダーシップを発揮をいただいて、岡山県政を率いていただいた茨城雄太候補、いよいよ3期目の挑戦であります。多くの県民、市民の皆様と共に力を合わせて、このコロナ禍の中にあってのお選挙戦、立派に堂々と勝ち抜いてまいりたいと思います。皆様方の大きなご支援を心からお訴えを申し上げます。引き続き産業の振興、そして何といっても人づくり、人材が未来の日本岡山を決めるわけでありますから、教育の再生振興力を尽くしていただきたい。そしてそれに加えて災害が起こる、災害のリスクから岡山は自らを遠ざけることはできないわけでありますから、防災力、減災力、この強化に力を入れていただくということ、そしてこのコロナの問題に向き合うとき、医療や介護や保健体制の充実、大きな柱にぜひ加えていただきたいと思います。今私たちは天満の前に立っている、そしてここは岡山発祥の地、表町であります。商店街であります。私は商店街振興議員連盟会長でありますから、いつも表町のことが、あるいは岡山の町の商店街のこと、で現場のことが頭にあります。岡山にはいくつかの顔があります。水島は岡山県のものづくりの拠点ですよね。玉野がちょっと三井造船がどうなるか気になるところであります。パナソニックの東岡山の大工場があと1年で実は閉鎖になるということがついこの前発表になった。ものづくり岡山の基盤を茨城県政によってもう一度固めていただくということ、これはどうしてもお願いしなきゃいけない。一緒になって結果を出していかなきゃいけない。そしてもう一つの岡山の顔はやっぱりね、商いの岡山市であり岡山県、その顔を持っているということ、もう一回しっかりと整理をして県政を進めていただきたい、そう心から願っているところであります。幸い岡山市内は再開発事業が目白押しであります。全国の20ある政令指定都市の中で最も活力ある、元気になる、相対的にはそういう街と評価をされているわけでありますし、交通の結節点の利便性に全国が着目をしている。吉備高原は日本一安全な土地だ、こういうこともかなり浸透してまいりました。立地が進む、こういう好条件に恵まれている。ものづくりも、あるいは商いもさらに加速をさせる、こういった積極県政を茨城市に心から私は期待をし、そして私も山下先生も岡山県選手と国会議員も県会議員の先生方もみんなで一緒になって強い経済を持つ岡山を突き上げていく、その先頭に知事に茨城雄太さんに立っていただくことを
心から期待をいたしております。17日間みんなで力を合わせて頑張りましょう。ゆうた候補頑張ってください。精一杯応援申し上げます。ありがとうございました。頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして自由民主党衆議院議員山下隆史様、よろしくお願い申し上げます。皆さんおはようございます。ご紹介いただきました衆議院議員山下隆史でございます。皆さんの茨城に見えた知事が表町商店街に帰ってまいりました。ここが原点だからです。茨城龍田知事が岡山の経済人として岡山の経済しっかりやらなきゃいけない、そう思い定めた原点だからです。皆様お一人お一人が茨城県政8年間の原動力となり原点となった、その原点に選挙戦初日に戻ってきて、そしてまた皆さんからエネルギーをいただいてこの岡山県政を引っ張っていきたい、それが今日の茨城龍田知事であります。私も岡山で育ちました。この天満屋あるいは表町商店街に来るときに本当に家族が生き生きとしてワクワクしながら来てきた。だから今日私は天満屋で作ったシャツを着ています。天満屋で作ったスーツは今クリーニングに出しています。そういった中で岡山は元気を出してきたんです。その岡山の元気をコロナが襲っています。でもこういった危機の時ほどリーダーシップがある、そして危機を乗り越える術を知っている、みんなの仲間である、そうしたリーダーが必要なんです。茨城龍田知事はその全てを備えています。どうか皆さんお一人お一人の手で茨城龍田知事3期目この岡山の商店街天満に、岡山の人だけじゃなくて中四国、いやインバウンドも含めていろんな国の人々が来るように、それをできるのは茨城龍田知事しかいません。どうか皆さんのお力、この選挙戦全力でどうかください。私もしっかり頑張ります。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして岡山県議会議員の先生方よりご挨拶を頂戴いたします。まずはじめに岡山県議会議長畑良司さん、よろしくお願いします。皆さんおはようございます。8年前に天満屋から働く場所を県庁に移しました知事としてスタートしたわけです。右手を挙げて教育再生を叫ばれました。すごいことですね。教育こそ次代の子どもたちに夢を託すことができます。そして大野県庁で学校改革に取り組んできたわけであります。しかしながらおかげさまで刑法犯の犯罪件数とか少年法の犯罪件数などを減少させることができています。しかし残念ながら例えば学校ではあの大好きな学校に行かないという子どもたち、不登校と称していますが、実に5363人という数を数えています。教育の再生の課題はこの子どもたちにどうして夢や希望を与えるかであります。私は手に仕事を持って社会に貢献する、手に仕事を持って働いて汗を流す、それを鍛える技術を鍛える専門学校をさらに充実させていかなければいけないと思っております。第二の拳は産業振興でございました。実に昨年30社に及ぶ新たな企業を誘致することができました。素晴らしい職責功績であろうと思っております。知事さん8年間本当によく頑張りました。合格です。議会では行政と議会というのはまさしく車の両輪で、目指すは県民の福祉向上であります。知事さんは
執行部の書いた答弁書を読まれた後、再質問で自力で答えられます。その答弁たりがまさに見識が深く広く自分の経験に基づいた広い視野に立ってお答えをいただきます。時に時間を超過しますので、知事答弁は簡潔明瞭にお願いしますとあえて市長として申し上げているところであります。この2つの課題だけではありません。西日本の災害の後の復旧工事、未だまだ残っているわけであります。仮住まいで過ごしている方もたくさんいらっしゃいます。しかし知事は早速に1380億円という復旧費を計上し、今取り組んでいる最中でございます。一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。とともにコロナ対策に県が本気で取り組んでおります。岡山県140名ほどのコロナ感染者でございますが、それに実に450億に及ぶ予算を計上し執行しているわけでございます。ポストコロナ、ウィズコロナと言われますけれども、一日も早い収束に向けて県に行政を挙げて取り組んでいるところであります。これから新たな3期の知事の時代が始まります。どうぞ県民皆さんの先頭に立って体に気をつけて、いつも笑顔で県民皆さんの生き生き実現のために頑張っていただきたいと思います。茨城知事、頑張ってください。ありがとうございました。続きまして、岡山県議会議員橋谷博美様、よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。すいません、身長に合わせてちゃんと茨城候補がマイクを合わせてくれました。この心遣いありがとうございます。2期8年間の茨城県政、しっかり種をまき花が咲き実を結んだこともありますが、まだまだこれから花を咲かせたいこともあるとご本人もおっしゃっています。先ほどから話がありましたが、県議会の知事答弁は大変楽しい。最初の質問には本当に真面目に答えられます。しかし再質問でお答えにはご自分のことをたくさんお話しされます。まずは民間企業の経営の経験があること、そして民間企業に勤めたことがあること、コロナ禍での苦労、そして留学のこと、本当に幅広くて私たち県議会もいつも聞き入ってしまいます。生き生き岡山の実現のために、そして岡山県に住んでよかったと思えるように、また未来の子どもたちのために、その民間経験が生きるのはいよいよこれからが本番であると私は思っています。どうか皆様のお力で茨城龍太候補、コロナの中で大変ですが元気に選挙戦駆け抜けていかれることと思います。最後まで応援しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、岡山県議会議員笹井重友様、よろしくお願い申し上げます。皆様こんにちは。公明党の県議会議員で笹井重友と申します。2期8年、私は県会議員は3期目でございまして、知事より1年半早くこの政治の世界というところに入ります。知事が8年前、県庁に午前一番最初の選挙の応援をさせていただいて、それで県庁に来られてですね、私が感じたことっていうのがあります。本当に立派な会社の社長をされていて、これからこの大きな県庁でどういったことを具体的にされるのかなっていう、この率直な私の感じでした。それから、8年間知事を、近くで見させて拝見をさせていただいてですね、何よりも私が感じたのが、本当にですね、いろんな方のご意見を聞いていただける
ただできることできないことっていうのは当然政策でございますのでありますけれども、私たちの声、そして192万県民の声をですね、いろんな人を介しながらでも一生懸命聞いて、なんとか政策に結びつけれないか、県政の発展のためにつなげることができないのかという、その姿勢というのを間違いなくこの8年間ずっと私は企画で感じさせていただいているところでございます。まだまだ道半ばというふうに私も思っております。大変な今県の財政でもございますけれども、でもその中でも知恵を出しながらしっかりと私どももこの選挙戦応援をさせていただきます。どうか大勝利を皆様もお力を貸していただきますように心からお願いを申し上げまして、私のご挨拶に変えさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして岡山県議会議員高橋徹様、よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。この場でですね、手前の皆さんとか表庁の皆さんの前にですね、ご挨拶式の応援をするというのは本当に考え深いものがあります。先ほど、皆さんいろいろなお話がありましたけれども、私が記念委員会をしてた時、団体交渉で前に座ってたんですが、その時はですね、団体交渉出てくるたびに子供の終わりのような顔をして出てこられて、あの時は厳しい交渉が続いておりまして、今議会で質問するときは本当にですね、発達と何て言いますか、割と前向きなご答弁をいただいておりまして、あの頃の前向きな答弁もあったからというようなことを思うこともありますが、冗談はさておきますから、ここは表町県内屈指のですね、商業地域であります。今コロナでですね、このご商売をされている方が本当に厳しい状況になっている、あるいはこういう商業だけではなくてですね、水島の自動車工場では希望退職しておられる、平島ではですね、パナソニックの工場が閉鎖をする、本当にですね、県経済が正念場を迎えているなというふうに思っております。そういう中でですね、ご承知の通り茨城知事はですね、経済に対しては非常に精通された方でもありますし、肌感覚でですね、そういうビジネスの厳しさもご存知であります。一方でですね、感染症対策もしっかりとやっていかなければいけない、経済とその感染症対策のバランスを取る、みんな言いますけど、すごい難しいと思います。本当に本当に繊細な、舵取りが、必要だな、そういう中でですね、知事の答弁聞いていると医学的、疫学的なエビデンス、それに基づいた、ご答弁、あるいはその先ほど言ったビジネスの肌感覚、こういったようなものを本当に調和されて、今感じを取られているなというふうに感じています。この危機を乗り越えられるのは私はこのリーダーしかいないというふうに思っております。この岡山県民のために、岡山の経済のためにも、ぜひ知事、参戦しっかりとした成績で、皆さんを送り出していただきたいと思います。私も応援します。どうも一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、岡山県議会議員、大塚愛様、よろしくお願い申し上げます。皆様、こんにちは。紹介いただきました、岡山県議会議員の大塚愛でございます。4年前の2期目に向けた選挙の時には、私も補欠選挙に出させていただいたので、選挙カーからお互い手を振った、覚えがありますが、それ以降この4年間私も見てかで、茨城知事の誠実に常に誠実に、県政に向き合ってこられたお姿を体験してきました。知事はこの民間の経験を生かして岡山の力を伸ばしていこう、経済を、上げていこうという、その得意な分野もお持ちですし、また、被災された方、病の中にある方、困難を抱えている子どもたちに寄り添う温かい心をお持ちの方だと感じてまいりました。これから3期目を目指されて、この3期目というのはあれに成熟していかれる日になるのかと思います。生き生き岡山というのは今の SDGs にも掲げられた誰一人取り残さない、この社会を描いていくことだと思います。これからのご活躍、お祈り申し上げて、一緒に頑張っていけたらと思っております。頑張りましょう。ありがとうございました。
続きまして、ご支援いただいております岡山市議会議員の先生よりご挨拶をいただきます。岡山市議会議員、西間信人様、よろしくお願い申し上げます。皆様、こんにちは。ご紹介いただきました岡山の市議会議員を務めております西間信人でございます。2期8年この岡山県政をリードしてこられた知事の選挙がいよいよスタートいたしました。皆さんも平成30年の7月に起こった西日本豪雨、そしてこの度のコロナ、こういったことを通して何が強いリーダーシップを取っていかなければならないのか、それはやっぱり政治なんです。私はこの政治の重要性、実は今日愛沢先生が来られていますけれども、私は秘書として愛沢先生に7年間学ばせていただきました。やはりこういった時に市民、県民、国民目線で立っていかなければならないのが政治家であり、まさに政治家であるこの茨城知事がこれからの岡山県の舵取りをしっかりとしていかなきゃならない。私も2期8年間、今3期目の市議会議員を務めておりますけれども、政治の重要性、そして何よりも今日ここにいらっしゃる皆様方の目線に立って政治をしていくことが政治家の宿命である、責任である、義務である、そう思っているわけであります。今先ほどからも話がありました、コロナで本当に国民県民の心が冷え切っています。だからこそブレーキを踏むのは実は行政は言いやすい、しかしアクセルを踏むことがなかなかあなたたちにやってくださいというでは合っていかないわけであります。そういった意味でも知事にはこれからも各市町村もあります、そういった県民市民の目線に立って政治を進めていっていただきたいと思います。政令通して岡山の議員の代表をいたしまして、知事とこれからもしっかりとタッグを組んで頑張ってまいります。10月の25日の投票日に向けて市議会も頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、大変長らくお待たせいたしました。新型コロナウイルス対策と豪雨災害からの復旧復興に取り組み、明るく元気な岡山を取り戻すために、この度3期目の岡山県知事選挙に立候補いたしました茨城雄太が、今回の選挙戦への熱い思いを込めて皆様にご挨拶申し上げます。皆様こんにちは。岡山県知事選、いよいよ始まりました。最初県庁で、まず選手をしてまいります。いくつか回って今天満屋に戻ってきまして、本当に久しぶりにお会いする方々とグータッチをして、いや私にとっての原点はここなんだなっていうことを思い出しながら、私に過分なご挨拶をいただきながら、嘘つきと言われないようになればいいなっていうふうに、思いながら、聞かせていただいておりました。もともと私自身、岡山に帰ってきたのもなんとか、我々 の、 この家族が一族がお世話になった天満屋なんとか役に立ちたいということで、戻ってまいりました。皆さん方に助けていただきながら、また先ほども本当に厳しい交渉、助けに来てこんなひどいことやるなんてどういうことだっていう、助けになっとらんじゃないか、いろんなお声もいただきながら、私とすれば最悪の事態は防がなきゃいけない、もう必死の思いで皆さんと一緒に頑張ってまいります。でとりあえず、まあ、息がつけるようになった時点で思っているのが、それぞれの会社、地域が沈んでしまうともう道連れになってしまう、これで本当にいいのかということで、まあ、無謀にも大胆にも県知事選に手を挙げさせていただきました。本当に最初の選挙でこんな選挙バカにしてるか、そういうことでありますけれども、本当に運よくこの重責を担わせていただくことができました。私は教育と産業、まだ一つの声みたいに言ってますけれども、これもそれを頑張ることで10年後20年後必ずより良い地域が待っている、信じてやってきたのであります。で具体的にはどうなんだということで言えば、私がお世話になったこのお店、この会社、お世話になった商店街、この地域、
そういったところでそれぞれの皆さんが頑張って仕事ができる、頑張って子育てができる、家族で幸せに過ごすことができる、そういったある種当たり前の地域を作っていく、そのお手伝いをしたい、もうその一心でございます。それが、一生懸命やってるのは私は間違いありませんけれども、どれくらいできてるのか、その評価をいただきたい。また変えるところ必ずあろうかと思います。どこを変えるべきなのか、ぜひ教えていただきたいと思っているところでございます。この幸い先ほど県議会議長、畑議長から、合格点だということをおっしゃっていただきますことに安堵しているところでございます。赤点すれすれの合格なのか、それともこの素晴らしいピカピカの合格なのか、ここについてはぜひ県民の皆様に教えていただきたいと思っているところでございます。ぜひこれからもこの県政、この方向で、基本的にはこの方向であと4年間させていただきたい。この今ここで長く喋れませんけれども、この産業振興については岡山有効求人倍率今全国1位、この4年間1位でずっと来たわけではありませんけれども、大体全国で5位内で参ります。その1位加熱している時には、いやそんなに高くなくてもいいかもしれないというふうに思っていたこともありますけれども、このように厳しい状況になってみると、これまで培ってきた誘致ですとか、もしくは岡山の企業に投資をしていただくことが随分この自立として養われてきたと考えております。その厳しい時ほどこれまでの蓄積が出てくる。ぜひこのコロナの厳しい状況、この皆様方と一緒にいい形で乗り切っていきたいと思っています。ぜひとも皆様よろしくお願いをいたします。これ以上長くしゃべると本当に、営業妨害をしているのではないかと心配になっているところでございます。ぜひとも皆様方には早く戻っていただきたい。でもぜひ14年もお世話になった仲間でありますので、周りの方にお声掛けをいただきまして、ぜひとも私がここで討ち死にすることがないようによろしくお願いいたします。本当にどうもありがとうございます。ありがとうございました。それでは最後に、新型コロナ対策の最前線で奮闘いただいております医療関係者の方々に感謝の気持ちを込めまして、そして岡山県民のため、茨城候補に引き続き岡山県知事としてご活躍いただきたいとの熱い思いを込めまして、20秒間の拍手オベーションをさせていただき、本街頭演説を終了させていただきたいと思います。皆様よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。以上をもちまして、質問を終了させていただきます。